崖っぷち噂は学生相手に格の違いを見せつけてしまう。ベイズとマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーキャンプに参加している上沢直行、レッドソックスとのマイナーのオープン戦に先発、5回に3を投げて2安打1失点7三振1四球1本塁打という好投を見せた。速球、カーブ、改良中のスプリットが冴え、3回途中から4打者連続で三振を奪うなど、マイナーリーガーたちに格の違いを見せつけた。オープン戦最初の3登板で13失点と苦しんだ上沢だったが、2試合連続の好投、開幕前にメジャー昇格を果たせるかが注目される。ねえよ、AAA は NPB よりレベルが低い。上沢の実力なら抑えて当然だよ。AAA じゃねえよ W、 この日の相手はマイナーのエイタスやぞ。4分や MLB メジャー AAA2A エイタス ARK、 はいってここやぞ。示された良さげな大学生が行くとこ。大学生にもホームラン打たれる上沢。1本塁打したマイナーの選手は上沢に格の違いを見せつけた。メジャーとマイナーを行ったり来たりの選手や日本に助っ人としてよく来るのが AAA。 好投しましたが、エイタスは相当格下の相手に慣れてるということを認識しておく必要あり。首脳陣にとって何の判断材料にもならんやろ。試合後の上沢は取材した記者に対してこう答えた。ストライク先行していた上沢、ストライクをたくさん投げるっていう目標で登板した。とにかくゾーンで勝負することを意識した。ゆっくり投げてもピッチクロックは間に合うし、とにかく自分のタイミングを大事にして投げることを意識して投げるようにしてから少しずつ良くなってきたかなと思います。気づくのを教えよう。ピッチクロック対策も教えよう。タイプが全く違うのにストライクゾーンに投げるという同じ目標を設定する上沢と藤井。藤波の目標はそれでいいけど上沢はあかんやろ。てか、ハイエーの学生相手にしてなんやこのドヤコメント笑い。なんか悲しくなってくるよな。最後のチャンスかもしれない中、なんとか踏みとどまってよかった。できれば今の状態でもう一度一軍相手に試してもらいたいところですね。頑張って上沢。山本でさえあのような結果、上沢は焦げることなく着実に前進してほしい。調子の良し悪しは日本でもそうだったので夏場に向け楽しみにしている。いや、多少焦った方がいい。夏まで持たないよ。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。